ばいおはようございます。どうぞ。やった、お前。いや、あんまりなんかこうするんですよ、もう。おお、さっきのおはようございます。おはようございます。今日は炊き出し前に、木曜日炊き出しやん、炊き出し前に今日はちょっと西成で、チャンネルとか見てくださってる方は結構見てくれてると思うんですけど、金ちゃんってみんな覚えてますかね。あ、でも結構あれは印象深いんちゃうかな。名前と実物のギャップが激しすぎんだけど、金ちゃんのうどん屋で、ちょっと今日はうどんでも食べに行きたいなと。そうですね、金ちゃんおるか分からへんけど、うどん美味しいらしいね、あそこ。美味しい、美味しい言うてたね。俺、前カップラーメンしか食わしてもらってないから、うん、そう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 。カレーうどんかなんかが有名で、神戸刑務所かなんかと同じ味だってたやろ。ああ、言うとった言うとった。ここは、西成警察署。ねえ、ど真ん中に。我々は野球賭博の時は西成警察署でパクられましたからね。ここに連れてこられてね。一旦全員ここに持ってくれたね。そう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 。そうそうそう。そこが、金ちゃんの店ですよ。金ちゃんの店ね。あそこですね。もうほんまにこの、ここが西成警察署で、この裏が三角公園で、自分らがいつも書き出しやってる場所なんですけど。ああ、そう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 。まあ、ちょっと緊急事態宣言も明けて、ちょっと、大まかな感じかな。すごいよ。すごい黒人。これ、トゥクトゥクじゃないですか。トゥクトゥク。トゥクトゥクですね。すごいよ。こんにちは。あ、こんにちは。金ちゃん、今日はいない。西成にはおるっていう話はちょっとちらっとしてたんですけど、ぜひちょっとね、来てほしいですね。もしもし、おはようございます。キーちゃん、西成行ってます？あ、見てるよ。え、マジっすか？自分今、キーちゃんの店来たんですよ。今、はい、ちょっと炊き出し前に時間あったんで来てたんですけど。あ、ほんまですか？ちょっとじゃあ一緒になんかちょっと、もし軽く一杯でもお酒飲めたらYouTube 撮っていいですか？あ、わかりました。お願いします。はい、行きます。近すぎるやろ。めっちゃ一瞬。近いやばいって。おはようございます。あ、おはようございます。そこそこおったの？見た目、一般じゃない。一般じゃないですよ。え、お前そこおったの？マジっすか？うん、ほんまほんま。かっこいいですね、そのバイク。今さっきトゥクトゥクの方も来たんで、それ金ちゃんが違いました。あ、知り合い、知り合い。あ、知り合いなんですか。うん、早すぎるし。あれ、かっこよくない？どれ？いやいや。傘。バイク止めるわ。ええー、お願いします。どう？どうやったら終わり？いや、終わり。でも、めっちゃ YouTube 出てるんですよね。YouTube めっちゃ出てますね。いやしかも YouTube 出てるのは全部伸びてるでしょ。ほんまに？はい。なんかこれはこれで売れてる。ジョーブログもそうやし、デジエラケチャンネルもそうや、うちもそうやし。そうそう。あ、うちではまだ一回も出てもらってないか。あ、出てないですね。検索したらほんまに YouTube ばっかりいっぱい出てくるんですよ。お久しぶりです。おいっす。あれ以来なんですけどね。あ、そうですね。行く行くって行けてなくて、はい、緊急事態もちょっと開けたんで。多分嫌がってたと。いや、用意ですよ。長いから電話しましたよね。してる。今いるそれ。いや今俺ネタ掘りとしてなんか嫌ってんねやろとかなんか言うたら弟だな。もう電話してる言われたらもうそこでチンやん。ちょこちょこ電話喋ってますから、ね。ほんまに喋ってます。いいですか。はい。熱い。いやこれでもなんかちなみに僕、このうどんが美味しいって聞いてるんですけど、前ほんまにでカップ麺しか食べてないじゃないですか。あれが、うちのメインディッシュ。いやなんか噂だけじゃ神戸刑務所の飯が食えるという。それな、はい、土日やねん。あ、そうなんだ。そうそう。土日で、はい、まあまあ、絶対明日とかこの土日お客さん来るやろうっていう日は、はい、やっぱり俺作って、結構こんなでっかいズンズン作ってます。はい、一回そのちょっとなんか、キムちゃん、僕ら炊き出しやった時に、神戸刑務所のカレーうどん、200人マジで協力してたんですか？いいですよ、いいですよ。マジですか？あ、俺うどん協賛しますわ。いやな、何人ぐらいあれするんですか？200人ぐらいあるんですよ。あ、200食俺行こうか。マジですか？へぇー。なんか、金ちゃんも一緒にこう来てほしいんですよ。配るの。配る方で。あ、オッケーオッケー。はい。作れ言われるのか。俺、ヒヤッとしたら、いらんこと言うてもだわ、で。いや、一緒にちょっとなんかこう配っていただけたら。全然やるぐらい、やりますよ。配るぐらい。絵にしかならんという。ほんで、なんか偉そうに言うたら、コロナ取らんかいでバーンやってるの。それはやばい。俺、その時その T シャツ食っといて、俺も。あ、お世話になります。6L やで、俺。6L。
いや、お久しぶりですよ。いやあれ以来ですね、ほんとに。なんかでも嬉しいよね。なんか前、あれ誰のちゃん、エラちゃんやった？エラちゃん、ね。エラちゃんのとこに出て、翔くんと一緒にさせてもらって、で、今回翔くんのチャンネルやから、はい、めちゃ、あ、俺ね、はい、ちょっとだけなんか、真似事やけど、まあまあ、ジョーもそうやけど、はい、ジョーブログのジョーくんもそうやけど、はい、まあ結局、ね、こうやって翔くんもそうやし、エラちゃんもそうやねんけど、うるさいなけど。で、あの、さしてもでさ、はいはい、ええやんと思って、ちょっと興味あって、はい、一回俺も、やってみようかな、みたいな。YouTube やった方がいいっすよ。いや、ほんと、やった方がいいと思います。今、ちょっとだけ、俺、やり方分からないけど、ショートばっかりやけど、今出してるんですよ。あ、チャンネルもあるんですか？今一応やってます。ぼちぼちやけど。ちなみに、なんていうチャンネル？いいですか？西成金ちゃんのワッショイ TV。西成は漢字。金ちゃんの金はカタカナ。はい、絶対おもろい。あとはひらがな。ワッショイはカタカナで TV。TV で。面白かった。西成金ちゃんのワッショイ TV。絶対おもろいわ。面白そうですね。いやでもね、正直うちより絶対おもろい。いやでもまあまあ俺のいたずら動画多い。いやいいじゃないですか。ああそれいいですね。いたずら動画とか、うん、まあなんかそういうの、たまにまあまあ美味しいものもいるかな思ってるんですけど、いけるかな思ってる。なんか、ね、いや絶対いきますね。これね、人の、はい、俺この前自分でやって分かったけど、はい、人のチャンネルで人がこう喋りかけてくれたことに対してバー受け答えはなんぼでもいけないけど、うん、自分から質問していくって結構難しいな。でも企画とか考えるのうまいでしょ。自信あるでしょ。いや、どうなんやろ。いけんのかな。まあ、一応いろいろ考えてんねんけど。絶対いきますよ、うん。僕もどんどん出してくださいよ。僕ってあんまり、そういういたずらとか関係のことを逆に受けてないんですよ。やる方なんですよ。激しいいたずらはあかんすよ。でも、ちょこちょこ逆にもらったら、見た方がいい。まあまあ、俺激しいですよ。激しいのはあかんすよ。激しいのはあかん。うちのね、丸山って売るんですよ。いればポン飛び出せると。はいはい。そいつなんか真冬の海落としたのかなとか。いやいや、パッと。小さいやつに行かったら大丈夫。でも落とすのは問題ないんじゃん。いけるの？まあいいんじゃないですか。あの、両方とも遊びであれば。うん、全然いける、はい。全然落ちるやつ。あの、広告は使えるかもしれないですね。でも結構おもろいね、そいつ。でパーンしばいていればポン飛びよう。それやばいっすね。ほんまに。え、金ちゃん、ちなみに緊急事態開けて、はい、お酒出るんすか？出ますよ。あ何がいい？ビール。いいっすか、あるんすか、あるよ。それはやばい、それはやばい。こっち行ったら、いやいや隣警察署今怪しい人と、いやもう警察っぽい人、取っていきましょう、ちょうど。ビール行く？いや、お願いします。オーケー。おばちゃん、ビールある？そっちある？ほんま？金ちゃん、でも体重なんてどうですか？今ね、ちょっと落ちて134キロぐらい。体悪いとこあるでしょ？あるよ、糖尿やし、高血圧やし、最悪やで。あと、やし。一番やばい。そうです。前言うのすぐしようかな。ちなみに落ちましたよ。マジで？俺も自体やってる。だから今ノーヘルメットあるよ。はい、そうあーなんかすまない。入れろや。入れろや。もう始まるって。いやいやいや。今日ちょ誰かバイク持って帰ってな。はい、そうだけバイク。あ、ガレージいいとこ。ありがとうございます。ワルト君今日送っていってな。俺たち飲むから。よし。はい、そうよ、ご無沙汰です。お疲れ様です。早っ。うまいわ。そんな早く飲め。いや、うまい、うまい。ゆっくり行きましょうよ。はいっす。今日、酒で座るとかないっすよね。え？酒で、全然言う。酔うたら、やりたなる。あ、男の子。なんか、ボスの来た、ボス。おお、さっきの。警察署の隣で大丈夫ですか？あ、これ金ちゃんの管轄ですわ。管轄。俺の管轄。これ。ええね。俺ら僕ちなみに自分ら野球賭博で捕まったの全国で僕ら。捜査本部ここに。あ、マジで？捜査本部ここで一旦ここにパクられて終わる時もここやったんですよ。そこから府警本部とかみんないろいろ飛ばされたんですけど、留置場は。ほう、まあメインここなんや。メインここですよ。うちもメインここやてん、マジで。パクられるパクられへんなって。まあ、まあ今やから言えんけど、もうペイにはなってんねんけど、はい、そうそう。ほんでもうこっからあの東西平野、あとあっちゃこっちゃの警察、はい、合同できようって。ええー、俺が悪いことしたわけじゃないけど、はい、若い子が、はいはい、その雇った子が、はい、もうなんか気なし。それはそれこそ現役時代ですか？その時はもう現役終わってから。あ、現役やめてから。現役やめて落ち着いて、店もラーメン屋昼やって夜爆笑パブとラウンジと三軒経営するって言う。はいはいはい。いい感じに上り調子の時それやりよって。はい。
抱きしめて。ああ、今日何これ？なんかすごいなんかみんなもう今日集合ですか？じゃあ今日何曜日これ？今日木曜日です。こんな集まる？全くでも、まあ、仕込み全くないですよ。僕はね、豊ちゃん、めっちゃ久しぶりですもん。うん、いや絶対仕込んでないよ。仕込んでないっすね。マジで？マジで仕込んでないですよ。僕前ジョーブロックのところで最後乾杯して以来な。ああそうですね、それ以来です。レディーゴーで。こんなんある？ああ、おはようございます。久しぶりです。ありがとうございます。こんなんある？いや、まだね。仕込みないですよね。ないよね。仕込みあるやろって全くないですよ。だってこんだけ、どこの時で俺着て、ここの猿着てである？僕も翔くんと7年ぶりの久しぶり。格闘技の僕のデビュー戦から、多分アウトサイダーも全部見ていただいて。ああ、そうなんや。今から別品2人続く。それ何も出てきんの？交渉するわ。これするあのビールいっぱいやるからちょっとサラで言うから。嘘言うたらあかんなお前。俺そんなん言われてアイフロになるからやめてや。でも、うん、そうそうその話ですけど、まあ、すごいいろんなこうやっぱ西成はいろんな人に会えるか面白いですね。ね、おもろい。うん、ちなみにそのかそのえこっちにいろんな警察から追われててどうしたんですか？あのね。それでパクられたんですか？俺は。別に逃げ隠れしたくないし、はい、全然ええよ、はい、ええねんけど俺がなんか悪いことしてパクられるって言ったら、はい、ええねん、はい、俺何もしないもん。ただ従業員がおってその子が〇〇をなんかする、はい、でなんか精神安定剤とか睡眠薬犯罪を売りさばく、はい、で女の子使ってつつもたせする、はい、つつもたせしたアウゲンそいつからその男のやつから金取んのにそいつ車で跳ねられて、はい、それ追っかけんのバイクで追っかけて、相手のやつ事故って思ってヘリコプター飛ぶんで、あそれで俺が刺してるってなって、はいはいはい、いや、わしたいまんがなっていう話をしよう思ったら、はい、先輩らが、お前それ取らんよ。お前やで。はい、これ仇の普通の人間やったら、それはいけるけど、そんなん行っても4発やん、うん。お前の場合、それじゃ、そんなんでスメージ普通に持っていかれんで、うん。そんな世知辛い人生あるかよ、思って、はい。もうええわよ、思って。もうほっとったらよ、ね、警察も、まあ泣いていっぱい来たわ。ああで、車で来たら、やっぱ俺もほとんどシャブやっとったから、はいはい、覆面とか来たら、やっぱすぐ分かんないね。ああ、はい、集中こう見られてこうやって見たりするから、はい、それ分かってるから、チャリンコ、普通のママチャリ、はい、後ろ子供のそれあれもついたんで、はい、それ、チャリンコ10何台出とって、本当当時付き合った女の家までチャリンコ舞台とか来とって、うちの母親もバー追っかけられて、母親会社、うん、朝3時4時に、はい、まあ、行くねんけど、うち豆腐やから、はい、それもついてくるし、ってなって、はい、うん、あんたいかにしてやー、言われて、はい、ガレージ行ったら、警察おんねん、ポロッと隠れんねん、とか言うから、はい、はい、言うたらいい、はいって、はい、んなん怖いわ、言うから、まあ、あんたどないかして、言うから、で、こらって一人警察捕まえて、はい、胸ぐらつかんで、はい、お前ら一日たらなんだから泣いてやろうか、こらって言うたんや、はい、んなそっから3日4日おらんようになって、はい、うん、警察が、うん、はい、ほんならもうバレたから思ってあれしてまた違う人間でばいっぱい来ようから、うん、もうめんどくさいわ思ってどっか行ったら思って当時乗っとったアルファード、うん、それ普通に言ったらまだ60も70もならはずめのに、はい、うん、まあまああるまあ名前出せねえけどある普通の車有名な、はい、何ばあさん、はい、うん、何ばあさんのとこで、うん、そうそう持って行ったら25万、はい、その場で現金くれたんはやけど25万お前安いな、もうええわ思ってとりあえずパスポート持ってたし、どこ行こうって、タイ行こうかな、タイ何回も見たことあるしな、はい、いやでもな、タイも飛行機長いしな、ほんで、まあとりあえずフィリピンみんな飛んでるし、フィリピン行ったろか、みたいな感じだったよ。ちょっと何年前ですか？今から、まあ、6年、7年ぐらいちゃうかな、もっと8年ぐらいかな、はい、うん、言うても最近ですよね。うん、そうそう、とりあえず行こう思って、はい、で、チケット取ってビャー行ってん、はいはい、行ったんはええねんけどやな、はい、誰も知り合おれへんやん、英語喋られへんやん、はい、日本語だけやん、うん、分かんの I love you と This the pen ぐらいやん、ね、ほんまにそんな状態やねん、はい、どうわーまでホテル住んで部屋借りようかなみたいな、そんなんどなし借りていいかも分かれへん、うん、やっててマジでつてなしですか？もう行った瞬間、空港降りた瞬間、右も左も分かれへん、分かれへん、ほんまに分かれへん、けど25万だけ、ほんまに25万だけ、とりあえずマニラの、はい、マラテっていうところ、はいはいはい、そこ行って酒飲みに行ってキャバクラみたいなとこ安そう思って、はい、一味って女こうで何やして、はい、一撃一週間以内に25万なくなって、はい、そらなくなる俺明日の店じゃないやんけ思って、はい、どうなんしょおいどうなんすんねん思って、
友達ほんまに悩んで悩んで、うん、金やわ、思て。やったんか、恐喝。向こうで。フィリピンで。言葉分かれへん。マネー、マネーしか言われへん。はいはいはい、あ、ありがとう。でマネー、マネーだけ言うて、はい、もう睨み返して、おい、ほら、マネー、マネー。もうそれしか言わない。ほんな向こう、あ、あ、あ、それしか言えへんやん。出せ、こらって、日本語やもん。出せ。逆に出す、取られることはあっても、フィリピンで逆に日本人が取ることないわ。いやでも、取ったって知れたのよ。はいはい、日本円で1回でなんか500円とか600円とか。まあまあ、物価が安いですよね、物価というか。ほ、うんで、もうあかんなとか思って、ほんで今度、傷害事件起こして、捕まってもうてんやん。それ、どんぐらいのペースでその話は進んでるんですか？ 1 週間で亡くなって、教科書どんぐらい、もう一週、次の話。いやもう、その、数日後やで。ないねんもん、500円ずつ取ってたらどれもなれんもん。はい。まあ来てすぐキャバクラ行ってお姉ちゃん買うてとかそんなんやってる生活からいきなし飯しか食うたらあかん生活やん、うんうんうん、なんなら一番最初なんか飯代がないってことやで、はいはいはい、せやけどやっぱりよく超えたらなんかおもろいことしたいやんか。まあもう将軍がそうやからね、うん、将軍がやっぱ悪いから、うん、もうええわ、恐喝するわ、相手とつくわ、ねえせ捕まって指輪っぱ親指と親指、ほんでなんかジープみたいなパトカーに丸見えね、外から。で、後ろなんかパイプバーン、3つぐらいだったら、そこにパンかけられて、はい、この状態で、ウィーン、ほんま、テレビとかなんか映画とかで出てくる。いや、ほんまにあるじゃん。連行される感じですね。そう。まあ、連行されて、どないされるのかな、思ったら、とりあえず、入国管理局行くと。あで、行って、まあ、ええわ。帰れるし。まあ、強制送還、うん。で、行ったら、逆に帰らされて、その前にオーバーステイになってもすぐお金払ってちゃんとしてるから、はいはいはい、うん、この人は大丈夫と、はい、だから入国管理局はそれ認めませんってなって、はいはい、で今度普通の乗用車に乗せられて、もうだんだん怒りがまたギャーなってきて、もうドアとかドフックはシート運転手のやつボーン蹴って、はい、こいつ気違いやで山の中、はい、何にも見せないねん、はい、スタンドとセブンイレブンがちょっと先あったから、はい、バーンキャリーバッグ落とされて、俺も引きずり下ろされて、はい、そのままバーン言って行かれて、ね、それ金ない状態やん、どないしようかな、ほんならめっちゃ優しいです、女の人、ガードマンやねん、はい、セブンイレブン買ってガソリンスタンド買って、そこのガードマン、はいはい、ショットガン持ってるガードマンのおばちゃんやん、そのおばちゃんが来て、はい、ちょうど2日目ぐらいに、はい、タバコ吸うと、お兄ちゃんどないしたみたいなこと言われて、はい、まあその時にはもうちょっと俺言葉ちょろちょろっと喋れとったから、なるほど、でいやまあ実はこんな感じでみたいなことを簡単に説明して、デッシャー入れて、はい、ああほんでお腹空いてないみたいな感じで、めっちゃ腹減ってるやんか、はい、減ってるわけだから、ご飯大盛り買ってきてくれて、はい、でおかず肉の炊いたやつアドボって言うんやけど、はい、それ炊いたやつ持ってきてくれて、ペットボトルの水2本買って持ってきてくれて、でそれ食べて俺泣きながら食うて、外国行って困難されて、でも例えば俺日本を追ってさ、はい、外人がなんかずっと育てたら、なんかショコラじゃな、しか思えへんやん。まあまあまあ。うん。何してんのこいつぐらいのことしか思えへんで、そんな言葉かけようなんて思えへんやん。まあしゃこんないかついね。やかんしょ。で、はい、まあそんなんで、一応、うわーっと思って人のありがたみいうのを分かって、ほんでまあとりあえず、一旦日本帰ってんけど、はい、やっぱりまだ警察うろちょろしてんねん。でまあまあ向こう行って、また当然まあお金はすぐなくなって、うん、で俺とりあえず携帯持っとった iPhone 売ったら6万円になって、それがなんでかって、その携帯電話 iPhone 当時そんな iPhone やん、 iPhone5S やって、日本やったら1万5000円2万円の話やって、はいはい、で向こうはね高いね、なんでか言ったら、はい、そのインターネットが入れへんから向こう、はいはい、ポケット Wi-Fi は絶対持っとかなあかんね、はいはい、うん、だから俺らの日本人の携帯で入れたら勝手にインターネット入れやんか、うん、そういう風に作ってあるから、ああなるほどね、だからそれを作ろう思ったら携帯代6万円プラス、またそれを改造するのに6万円かかる、12万かかるんだよ、向こうでは、ヘビーだね、うん、中古でやで、中古で、それやったら中古で出来上がってる6万円で買うた方がよっぽど得やんか、はいはい、それをいけるいうのを分かった瞬間に、まあ日本にいる友達にちょっといけるでこの商売やって、はいはい、で持ってこいや送ってこいや、はい、でまあ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 な数持ってくれて、はい、でそれを売りさばいていって日本円です約300万近い、だから向こうで言ったら約10年分の給与、そうですね、そうですね、それで
まあ家買うかとかで、いやそれせんともうとりあえずレンタルで部屋借りておろや、うんうん、そこでまあまあ大方2年まで追ってないけど、まあ2年近く、うん、その間もっと言葉勉強しようんで、うん、もうずっと3ヶ月間勉強して、家の前の男の子が一緒に飲めや飲めやって言うてくれないけど、言葉分からへんかとは思んないやん、だからちょっと待って単語だけ覚えるから、はいはい、それを覚えたらまたその会話の中でなんか覚えることがあるので、3ヶ月ずっと勉強して、例えばこのこれやったらなんて呼ぶ、俺やったらハイザレやん、はい、向こうやったらなんて呼ぶ、アストレイ、アストレイって言うの、はい、そんなもん分からへんわ向こうで、向こうほんだらお邪魔します、いただきます、はい、飲んで、タイプするたら、あ、はい、アストレイ、アストレイ、アストレイとか言うから、はい、からその、発音にしろ何しろ全部やっぱり、覚えれるわけばっかり、友達と喋るから、はい、それで結構、フィリピンのタガログ語はベラベラに喋れるようになって、うん。で、まあ、そんな感じで、やって一回日本に、ある知り合いに電話入れて、はい、まあ、うん、そうそう。ね、今どんな状況俺って言ったら、いや、もうそろそろ大丈夫ちゃうって、まあ1年ぐらいしてから、はい、まあ一回帰るわって日本に、うん、その時俺名前変えとったから、うん、それで戻って、うん、一回また元々の大前っていう名前に戻して、うん、もう一回行ったんよ、はい、パスポート戻して、はい、で行って、でまあ 2,3 ヶ月経ってもう一回帰った、その時がやっぱり怖いね、入管が、入管の時が一番怖いからね、はい、ほんだら明らかに警察一家っていうの2人こんなんしかった、他に行きましょう、ああ兄貴言うとこだよ、兄貴やばいそれほんでそのいかつい警察みたいな2人おって、うん、俺や思ってそれとこもとことこって言ったら近くに無視されたから、俺ちゃうやん俺ちゃうやん、ウィーって思ってそれ、まあ、なんせ勘ぐりますよね、そうでもう何もないっていうのが分かって、でそこから今これ始めて、あなるほど、結局うどん、まあ、ちょっと今聞きたいことがありすぎてまだまだ喋ると思うんだけど、あるある、一回ちょっとこれ前編としてここで終わりましょうか、また引き続き、そうですね、金ちゃんの闇に迫るというか過去に迫るみたいな、はい、はいはいはい、感じの動画、まあまあ波乱万丈やもんね、波乱万丈、そうですね、これ自分で言うのもないやけどアホなことしてきたやもんね、また次回お楽しみに、全然ありがとうございます、ありがとうございます、いろんな警察が合同で俺の企業だよ、学生だよ、まあお前しかないやろ、結局犯罪って腹減ってるからやると思うね、腹減ってるからなんかせえなあかん、だって俺もそうやったやん、